どうも皆さんこんにちは、チャックパスです。今私はですね、羽田空港の京急の駅のホームにいるわけなんですけども、本日からですね、ANA ダイヤモンドショーをやっていきたいというふうに思います。いや、とうとう来ましたね。今日はですね、4月の17日ということで、本来は5月のね、ゴールデンウィーク明けぐらいからね始めようと思ってたんですけども、残念ながらですね、初っ端から欠航案内が来まして、振り替えがね、来てしまいましたので、もういいかなと思いまして、4月の、ね、17日本日からですねスタートしていきたいというふうに思います。今日ですね、4月の17日土曜日で、明日18日日曜日なんですけども、この2日間でですね、羽田から沖縄、沖縄から石垣島、これをね往復2日間ねやっていきたいというふうに思います。いやー、完全に修行ですね。2日間とも羽田を経由して石垣島ね往復していきたいなというふうに思います。でですね、この ANA のねマスク映ってるかな、 ANA のマスクなんですけども、非常にねこれね L サイズで、サイズがでかくてですね、これメガネをしてないとですね落ちてきちゃうんですよね。ということなんで、今回はですねちょっとメガネをねつけながら、動画ねやっていきたいと思いますので、この手はねご了承ください。で、今回はですね、バリュートランジット28で航空券ね押さえておりまして、羽田、沖縄、沖縄から石垣島っていう感じで往復ねやっていきたいと思います。まあね、ちょっと私のね動画では、機内とかねほとんど喋ったりしてないんですけども、それもね様子見ながらねやっていきたいなというふうに思っております。で、今ですね朝の6時前ぐらいで、これからですね早速チェックインねしていきたいなというふうに思っておりまして、まあできればですねプレミアムクラスにねアップグレードポイントでねアップグレードねしたいなと思ってるんですけども、まあ今ねプレミアムポイント2倍キャンペーン来てますので、まあおそらくねほぼ無理だと思ってますけども、もしできたらねアップグレードしていきたいなと思っております。それでは早速チェックインだけねしていきたいと思います。それではね、出発ロビーに来たんですけども、どうですかね、思ったよりお客さんいますかね。もうちょっと少ないかなと思ったんですけども、今朝の6時でフライトが7時25分発ということですんで、ちょっとね時間がありますんで、展望台の方にねちょっと行きたいと思います。さあ、無事にたどり着けるのか。実はいつもね時間があれば展望台見に行きたいなと思いながら、いつもね展望台行ってないんですよね。せっかくなんでね行きたいと思います。まだねお店等々もほとんどまだやってないですしね。でですね、今日ね天気悪いんですよ。ですんで、まあ展望台行ったとしてもですね、あんまり綺麗にはね見えないかなと思うんですけども、ちょっと見てみたいなと思って行ってみたいと思います。まあね、6時半にはね制限エリア通過したいなと思ってるんですけど、あとね20分ぐらいありますんで、まあちゃちゃっとね行きたいと思います。いや、空港に来るとね本当に国際線に乗りたくなりますね。本当に早く行きたい。見えます？展望デッキやってないですね。いや、これは超誤算。あ、朝の時間とかって開いてないんですかね。いや、これは残念ですね。はい、ということで搭乗ゲートに向かいましょう。いや、まさかでしたね。時間があるのかな、ちょっと時間とか空いてると思って調べてこなかったんですけど、時間とかがあるのかもしれないですね。展望デッキもこれですね。今6時12分、6時半からじゃないとやってないんですね。いや、これは知らなかった。ということで行きましょう。残念、時間があった時に行きたいと思います。ということで制限エリアに行きましょう。それではですね、チェックインしていきたいなと思います。今回もねこちらです。映ってますかね、 ANA スイーツチェックイン、こちらでねチェックインしていきたいなと思います。それではねチェックインしました。やっぱりね早く来ないとダメですね。まあ、今回ね私は結構早めに来てたんで良かったんですけども、20分ぐらいはね待ちましたね。待ちましたっていうのはなんかね、私の取ってた便が、まあ、今回ね、振り替えでね、今日になってるわけなんですけども、その振り替えのねやつで、エラーがね起きてるということで、なかなかね発見、頑張ってやってくれてたんですけど、なかなかできなかったみたいで、20分ぐらいはねカウンターの前にいましたね。まあ、こういうこともねありますんで、早めにね空港ね到着しといた方がいいですね。で今ね、搭乗が4時25分
分で、まあ、7時ぐらいにはね搭乗口ね行きたいと思いますんで、あと20分ぐらいね、ANA スイートラウンジでね、まだね朝ごはんを食べておりませんので、ね、おにぎりぐらいね食べたいと思います。それではね行ってきます。で中の方はね、前にもね動画で出させていただいておりますんで、今回はね、省略させていただきます。それでは行ってきます。それでね時間になりましたので、ゲートの方ね向かいたいと思います。今回ね 13C という座席ですね。羽田から沖縄ですね行きたいと思います。今回ね59番ゲートということで、結構ね近いところだったんで助かりましたね。本当にね遠いとね、歩いて10分ぐらいかかるんでね、近いのはねありがたいですよね。それでは行きたいと思います。それではねゲートに着きましたので、早速ね乗っていきたいと思います。もうね搭乗開始してるみたいですね。それでは行ってきたいと思います。それはですね搭乗開始してると思ったら、私ねグループ6ということでまだ全然でしたね、ちょっとねここら辺で搭乗開始するまでね待ちたいと思います。いやね思った以上にですね人多いですね。びっくりしました。まあ、あの予約画面の時にもねほぼ満席っていうのはね出ておりましたんで、まあこんなもんかなと思ってたんですけど、実際に見るとね結構びっくりしましたね。いや沖縄行かれる方多いですよね。まあおそらくこの中にもある程度の、修行の方がねいらっしゃるのかなと思います。これは私が乗る便ですね。 NH6463BC25 分発、羽田行きです。今グループ1からグループ5番がね、搭乗開始してます。ちょうど隣のところに入る感じですかね。いやいいですね、テンション上がりますね。いやすごい人です、びっくりしましたまあまあ今プレーンポイント2倍キャンペーンですからね、チェックインの時もね、お隣の方がね今日羽田にお戻りですねって言われたんで、私もなんですけど、まあいらっしゃいますよね。それでは行ってきます。それはね、ANA ダイヤモンド州とうとう開始ですね。まあ国内線でやるの初めてですんで、楽しんでいきたいと思います。ベルトをお確かめください。お使いになった座席のリクライン
皆様、那覇空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまで、シートベルトをお締めになったままお待ちください。ご案内いたします。先頭のドアが開きました。1番から11番にお座りのお客様、お降りいただけます。その他のお客様は恐れ入りますが、もうしばらくお待ちください。それではね、沖縄に到着しました。今10時15分ぐらいで、次の便が11時ということで、45分ぐらいしかね、乗り継ぎありませんので、急いでね、搭乗口行きたいと思います。ひとまずですね、羽田、沖縄、今回ね、バリュートランジットで取ってますんで、1676プレーンポイントね、獲得しております。いやー、沖縄ね、めちゃくちゃ暑いですね。いや、家出たのはね、朝だったんで結構寒かったんですけど、まあ沖縄は寒いわけないですよね。沖縄那覇空港ね、到着しましたね。こんな感じになってます。いや、来ましたね。いつぶりですかね、ダブルツリーバイヒルトン那覇以来ですかね。それはね、次の便が ANA1765 便の 2K という座席ですね。こちらはね、なんとプレミアムクラスにアップグレードできましたので、プレミアムクラスでね、行きたいと思います。まあね、飛行時間ね、1時間ぐらいしかないんですけども、その中でね、食事が出るということで、それもね、ちょっと楽しみたいなと思っております。38番ゲートの B ということで行きたいと思います。それでは行きたいと思います。どうやらね、バスで行くみたいですね。搭乗していきたいと思います。石垣行きのお客様ご搭乗ください。ご利用ありがとうございます。実は初めてです、石垣行くということで。バスなんですね。ちょっとワクワクしますね。もしかしたらあれですかね、バスで行くっていうことは沖止めなんですかね。ちょっと私も分かんないですけども、いや、沖止めだったりですね、飛行機バッチリ見れますからね。プレミアムクラスなんですけど、飛行時間1時間ですからね、慌てて食べる感じになりますかね。いや、どうなりますかね。 ANA のね、マスクね、メガネかけてるとすごいバッチリですね。普通にかけてるとね、めちゃくちゃ落ちてくるんですよね。 L サイズを買ったのはね、ミスでしたね、本当に。今もね、だいぶ買えるようになったんで、欲しい方はぜひ。1枚2600円ぐらいしますけどね。高い。しばらくあれですかね、乗る人を待ってから行くんですかね。まだ出発しなさそうです。事前のね、予約画面を見るとそこまでね、空席結構目立ってたんで、全然満席とかね、ならないぐらいだと思うんですけど、まあ、定期的に動くんですかね。ちょっとこればっかりは分かんないですね。それはね、待ちましょう。
若干雨が降ってるんですね。それではね、無事登場しました、はい、ボーイング737-800ですね。プレミアムクラスの 2K という座席になってます。いや、プレミアムクラスいいですね。広いです。で、足元はですね、結構広いですね。やっぱりプレミアムクラス広いですね。ヘッドホンとスリッパとね、ボタンが入ってます。で、こちらにね、リクライニングのボタンがね、ありますね。で、上にも、これはあれかな、音量等々やるやつですかね。あと、こっちに USB と AC がついてますね。いやー、広い。めちゃくちゃ広いですね。これで言ったりね、1時間のフライトですけど、楽しみたいと思います。お願いします。させていただくお飲み物もお伺いしてもよろしいでしょうか。コーラ。コーラでございます。氷はいかがでしょうか。氷もお願いします。かしこまりました。失礼いたします。パパッと聞かれてしまったんで、とっさにコーラでって言っちゃった。
ていただきます。ありがとうございました。それでは石垣空港到着しましたね。で滞在時間は多分20分ぐらいだと思いますので速攻ね、搭乗口の方に行きたいと思います。いや新しい空港ってのはいいですね。ワクワクしますね。いやゆっくり見たいけどまあしょうがないですね。また来ますんでこの石垣空港に一番直近で明日来ますんでね何名の方は多分一緒に戻る方もいらっしゃるんじゃないかななんて思ってるんですけどね。どうでしょうか。ではちょっとね時間が危ないんで搭乗口行きたいと思います。平井さんは本日羽田までお乗り継ぎがあると思うんですが、次回も羽田まで行ってお願いします。
それではですね、そのまま搭乗ゲートに行けると思ったら一回外に出て、でまたね、保安検査場を通ってですね、搭乗ということで今急いでね搭乗口に着きました。もうね、搭乗開始してるのかな、してそうですね。はい、行ってみたいと思います。前回のね、羽田石垣で570プレミアムポイントで、今回もねまた石垣羽田で570プレミアムポイント稼いでいきたいと思います。搭乗開始してると思ったらまだしてなかったですね。このアナウンスでそうかな。アナウンスがありましたね。登場していきたいと思います。これ乗る便はこれですね。 ANA 1768便12時35分ということで、私はねグループ4で 8A という座席ですね。今回は窓際を抑えられましたので、今回のこちらの路線は普通席ですね。いやめちゃくちゃ慌ただしかったですね。焦ってるのは私だけでしたね。チェックインカウンターの人とか全然冷静でしたね。あ、全然間に合いますよみたいなね、そんな感じでした。ではもうちょっとしたらね搭乗になると思います。今グループ2ですかね。ちょっと待ちたいと思います。今グループ3ですね。あと次ですかね。まあ、おそらく多分今来た便で帰るんだと思うんですけどね。違うのかな。お、来ましたね。それでは搭乗していきたいと思います。一緒に乗ってた便の人もいますねでは行きたいと思います。いや曇りって聞いてたんですけど天気良くなってきましたね。いやめちゃくちゃいい天気になってるんじゃないですか、まあ、ちょっと雲ありますけどね。では慌ただしかったですけども、これからね、沖縄まで約1時間のフライトですね、楽しんでいきたいと思います。乗る飛行機あれですかね、ちょっと反対側が見えないですけど、来た飛行機でそのまま戻る感じですね。いやいいですね、これまさに修行ですね。それでは石垣空港また来ます。いらっしゃいませ。それではね、無事登場いたしました。ボーイング737-800ですね。はい、今回は 8A という座席になってます。こんな感じで外も楽しめますね。普通席ということで足元はこんな感じです。結構広いですね、でここに USB 2つありますね。あとはこれがモニターはなしですね。そうだね、予約画面ではね空席あったんでそんなにね混み合わないと思いますので、もうちょっとしたらね搭乗終了するのかなっていう感じですね。今グループ4番で入ってきましたけども全然人いなかったですからね。それではドア閉まるまでもうちょっと待ちたいと思います。いやいいですね、飛行機のエンジンがめっちゃ見えますね。ここね、で空港にはJALの飛行機が止まってますね。プロペラ機ってやつですかね。キャビンアテンダント、スタンバイアンド業務連絡です。キャビンアテンダント、ステップスライドバー。ドア閉まりました。いや、めちゃくちゃガラガラですね。めちゃくちゃガラガラですね。先ほどの羽田那覇便はほぼ満席でしたからね、私の隣もこんな感じで隣席ブロック2席って感じですね。いやありがたいですね。それでは沖縄の那覇空港に戻りたいと思います。
ていただけますかと聞いたところ OK ということですので、護衛の方に手を差していただきました。この護衛っていうのはですね、見ていただければね、一目瞭然なんですけども、プレミアムクラスと普通席の間っていう風になっておりまして、まあこれね、仕切りがあってですね、こんな感じで足元はね、前に座席がないので広いんですよね。いや、これはいいですね。私予約した時ここ空いてなかった気がするんですけど、気のせいですかね。ちょっとやってしまいましたね。少しね、足元広いのでおすすめとなっております。ということで、今からねドリンクサービスいただけるということで、この路線はですね、飛行時間がね1時間ぐらいしかないので、お水かみかんジュースかお茶だったかなということですので、その3種類からね選んでいただくっていう感じになります。ではね、ドリンクサービス来ました。富士山のね天然水がいただきました。せっかくなんでいただきましょう。ペットボトルでねもらえるのはいいですね。それはですね、この護衛に移ってですね、多分あと50分ぐらいだと思うんですけど、飛行機で楽しんでいきたいと思います。いや、足元広くてですね、この護衛 BC って並んでるんですけど、まあ、全部空席なんでね、非常に気が楽でいいですね。まあ、東京羽田便だとねこうはいきませんので、いいですね。では1時間のフライト楽しんでいきたいと思います。せっかくなんでね、後ろもいらっしゃいますんでね、座席ね、どんな感じで倒れるかやってみたいと思います。今ね、何もしてない状態ですね。ここからここ見てた方が分かりやすいですかね。よいしょ、こんな感じで、これがマックスですね。やはり先ほどのね、プレミアムクラスはちょっと違いますよね。こんな感じです。ちょっと分かりづらいですね。こうやった方が分かりやすいですかね。はい、こんな感じになってます。戻すとこんな感じ、伸ばすと、まあ本当に気持ち程度ね変わるっていう感じですよね。全くね倒せないよりかはですね、いいですよね。こんな感じでね、モニターが上から出てきて、今はね琵琶湖の桜並木の特集かなんかやってますね。あのモニターがないんでね、前座席ね、こんな感じでモニターで見てですね、で入り口でねイヤホン配られますんで、イヤホンをね、もらっていただくと、まあこれね座席のイヤホンジャックに挿してね聞けるっていう感じですね。私はねもらってないんで音はね楽しめないんですけど、まあ、見られたい方ですね、こういうのが見られるっていう感じですね。でね、一応 Wi-Fi がね入ってるんですけど、なんかねやり方が間違ってるのか、いつものやり方でね接続できないんですよね。まあしょうがないんで、ゆっくりね休んでいきたいと思います。それではね、あと10分ぐらいで最終着陸態勢に入るということで、いやー短いですね本当に。やっぱり1時間のフライトですからね。いやね、本当に一番前のね足が伸ばせる、まあ足が伸ばせるも言えないですけどね、ちょっと伸ばせるぐらいね先にいますので、まあ、すごい快適なんでね、もうちょっと乗っててもいいぐらいですね。もうしばらくしたらですね着陸態勢に入ります。
どうやらね、こちらね、もうそろそろ飛行機止まるんですけども、置き止めでバスでね、ターミナル行くそうですんで、ちょっと嬉しいですね。それでは、もうちょっとでね、ドアが開くと思います。ついていきたいと思います。こちらですね、乗り継ぎエレベーターと階段なんですね。エレベーターで行きましょう。これでですね、石垣空港から、那覇空港ですね、帰りの便も、プレーンポイントね、570ポイントね獲得できましたので、これからね羽田便に乗っていきたいと思います。でちょっとね時間ありますので、せっかくなんでね ANA スイートランチね行きたいと思います。でね、沖縄にはね免税店あるんですよね。中はね高級ブランドのシャマロばっかりだったんですけども、免税でね購入できるということで、まあ結構お得なんじゃないかなと思います。もしね興味ある方はぜひ寄ってみてください。ここはね31から36、38とかこの分岐になってるところですね。ちょうどねあそこに ANA のスイートラウンジとかスターバックスとかあって、でここにね免税店がある感じですね。ここと
こっちですね。興味のある方はぜひ見ていただけたらなと思います。ではね、 ANA スイートラウンジ、 ANA ラウンジ着きました。行ってみたいと思います。おそらくね、中はねかなり人がいると思いますんで、ちょっと映せないかなと思いますんで、この点はご了承ください。では行ってきます。それではね、時間になりましたので搭乗ゲートを向かいたいと思います。今回ですね、 ANA 468便33番搭乗口ということで行ってみたいと思います。それでは搭乗ゲート着きました。こちらですね、 ANA 468便14時35分発ですね。まだね、搭乗開始してませんので、ここら辺で待ちたいと思います。飛行機あちらですかね。今準備がされている感じですね。奥の方にはスカイマークですかね、また JAL とか止まってます。4時15分に搭乗開始ということで、もうそろそろね搭乗開始になると思います。停電から東京羽田行き14時35分発468便ご利用お客様へご案内いたします。当院はすでにお客様を機内へとご案内できるお時間ではございますが、使用する機内の整備作業に時間を要しております。改めてのご案内はアナウンスにてお伝えいたします。搭乗口お近くにてお待ちください。まずお客様の機内へのご案内が遅れますことをお願いいたします。停電からご案内が遅れております。定刻14時35分発468便ご利用のお客様へご案内いたします。当便は使用する機材の整備作業を時間を要しております。並びに本日468便の就航管理判断を行っております。改めてお客様へご案内できるお時刻はこの後14時45分。改めてのご案内までお座席の近くにてお待ちください。それではですね、今3時過ぎたぐらいなんですけども、いや運航するね飛行機がですね飛ばないかもしれないということで、一回ね ANA スイートラウンジに戻ります。ちょっとねどうなるかわからないですね。もし欠航になってしまったらですね、まあ振り返してね帰る感じになるんですけども、いやー厳しいいやね、私動画で結婚に備えてね、ゴールドカードで切るなりねした方がいいですよって言ってたんですけども、私ね完全に忘れてしまって、全額ね ANA スカイコインでね決済してしまってるんですよね、今回の航空券ですんで。結婚になったらね保証とか出ないんですよね、国内線は。いやー、やっぱりこういう時のためにですね、 JCB のゴールドカードを持っててもよかったかもしれないですね。多分持ってたら3万か2万ぐらいはね多分出るんですよね。ひとまずね結論が出るまで ANA スイートラウンジの方でね待ちたいと思います。それでは ANA スイートラウンジね出たわけなんですけど、なんとですね一度欠航っていうアナウンスが流れてですね、一気にざわついて振り返りだってなったんですけど、どうにか動くみたいですね。ありがたいです。今ねアナウンスが流れまして、搭乗ゲートに向かっております。いや本当に良かったですね。いやこれで欠航になったらですね、本日は羽田空港にそばにね宿泊する予定なので良かったですね。それでは搭乗口向かいたいと思います。いや国内線でね天気もいいのにこういうことあるんですね。私は初めてですね。良かったです。いや良かったですね。本当に動くみたいです。事前改札始まりましたね。もうちょっとしたらね、今回私グループ1ということですんで、すぐね案内来るかと思います。では羽田の方に戻ります。いや本当に良かったですね。それでは搭乗していきたいと思います。今回は 31A ということで、後ろの方に座席を取ってます。大丈夫です。それではなんとか搭乗いたしました。今回は、ボーイング787ですね。こちらになります。搭乗が始まって良かったですね。こればっかり言ってます。モニターなしということで、足元はちょっとね、これはこれがあるのでちょっと狭めですね。でモニターなしの
USB もね、下見たんですけどなかったですね。窓からは翼がちょっと後ろということで、飛行機の翼がバッチリ見える感じですね。で、予約のね、時はね、空席だらけだったんで、そんなに搭乗率多くないと思うんですけど、どうでしょうかね。それはね、まだ搭乗したばかりということで、ドア閉まるまでね、しばらく待ちたいと思います。ANA では空港および機内において新型コロナウイルス感染拡大防止、またお客様の不安解消のためマスクなど着用いただきをお願いしています。なお健康上などの理由を除き、マスクなどを着用されたお客様にはご搭乗をお断りする場合がございます。機内環境に向けたご協力をお願いいたします。ご搭乗予定のお客様がお揃いになるまでどうぞもうしばらくお待ちください。出発が遅れ、皆様にはご迷惑をおかけしておりますことをお詫びいたします。やはりね、予約の段階でかなり空いておりましたので、結構空席目立ちますね。私の隣もね、こんな感じで隣も隣の隣もね、いらっしゃらないっていう風になりますので、利用する方はね、そこまで多くないのかなと思いますね。皆様、ドアが閉まりました。皆様が指定された座席に着席していることを確認して出発いたします。早めにお座りいただき、シートベルトをお締めください。携帯電話などの電子機器は機内モードなど電波を発しない設定にするか、電源をお切りください。お使いになった座席のリクライニングとテーブルなどを元の位置にお戻しください。手荷物は前の座席の下に置いてください。化粧室のご使用はお控えください。それはね、まもなく着陸ですね。でも私もね、気がついたらね、もう普通にしてましたね。もう少ししたらですね、羽田空港に到着ですね。
様ありがとうございました。ありがとうございました。それでは羽田到着しましたね。やっぱり疲れましたね。今回の沖縄羽田フライトでまたね1676、合計するとですね4492プレーンポイントをね1日で貯まったという計算になりますね。でまた今回ねプレーンポイント2倍キャンペーン来てますんで8984プレーンポイントもね1日で貯まったと。いやすごいですね。このバリュートランジットでね乗るとやっぱり運賃が少し安いにもかかわらずクレーンポイントがね溜まりやすいということでやっぱすごいですね。私のね便と一緒に乗ってる方もね結構いらっしゃいましたね。知ってる人は知ってるっていう感じですかね。それはね羽田空港到着しましたので、今日はねそのままホテルの方に行きたいと思います。ホテルにね直行しようかなと思ったんですけど羽田にねせっかく到着でいるということでこちらパワーラウンジセントラルっていうクレジットカードラウンジなんですけどもこちらね到着時でも利用することができるっていった形になりますんでせっかくなんでねちょっとゆっくりしてから行きたいと思います。それでは行ってきます。数年前にリニューアルみたいな感じになってすごい綺麗になったんですよね。いつもめちゃくちゃ混んでるんですけど今日はねそこまででもないですね。いつもはね、まあ、今はちょっとどうかわかんないですけど一昨年前までは本当に、座る席がないぐらいね混雑してたんですけどまあ時間帯にもねよると思いますけどね。それではちょっとゆっくりしてホテルに向かいたいと思います。それですね修行の1日目無事終えました。で今日ですね羽田から沖縄、沖縄から石垣、石垣から沖縄、沖縄から羽田ということで4本ね飛行機乗ったわけなんですけどもこれで8984プレーンポイントね稼ぐことができたっていう感じなんですよね。まあ1日でですねこんだけのプレーンポイントで稼げるっていうのはやっぱり大きいですよね。やはりねこのバリュートランジットっていうのは積算率 75% で搭乗ポイントがね200ポイントつくということで、まあ、飛行機ね4本ということでまたね今回ね沖縄から羽田便ですね1回ね欠航になるかどうかみたいなねそこまでねあの機材トラブルでなりましたので、まあ、こういうリスクはね、まあ、つきものなんですけどもプレーンポイント稼げるっていうのはねいいんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、価格についてなんですけども、全部の工程で 32,160 円ということで、まあこれでね、プレーンポイント2倍キャンペーンを入れさせていただくと、1プレーンポイントのね、PP 単価っていうのは 3.5 円ぐらいっていう風になりますんで、まあね、かなりいい方なのではないのかなという風に思います。一般的にはね、プレーンポイント単価ってのはまあ10切ればまあいい方っていうぐらいでね、言われておりますので、良かったんじゃないかなという風に思います。こんな感じでね、ダイヤモンド修行ね1日目終えることができました。それではですね今日のところは休みたいなというふうに思います。それではですねまた明日です。